出やがったな。よし、いける。一掃するぞ。出やがったな。俺たちの武器は走馬と走馬と走馬だね。そんしゅらばをくぐってきたかい。でけえな。ほんとだ、すごい壁だな。で、テートはどこなの？はあ、これがテートだよ。エストレーガは城壁と自然の要害で囲まれた城塞都市なのさ。これ全部テートなの？だって壁の端っこが霞んで見えないよ。そりゃ戦時中は他国への威嚇も込めて霞の壁って呼んでたくらいだからな。ビビってんじゃねえぞ、シング。ビビってないよ。ほんのちょっとしか。まずは頼まれた手紙をガネットとやらに届けて、ついでに流行してるって噂のデスピル病について聞き込みだな。だがここには結晶騎士の連中も来てるはず。気をつけねえとな。平気だよ、こんな大都会で出会うなんて想像ないって。ちょっとシング、翡翠聞いてんの？うん。それにしてもでっけえ壁だな。ああ、世間を知らない若い男は頼りにならんね。行こう、琥珀おっさん。Thank you.
いへい、何用でございやしょ。あっしはベンリア・ガネット、ご依頼とあらば何でもやらせてもらう男です。さベンリア・ガネットってイネスさんの手紙を届ける相手じゃない？ほうほう、イネスの姉さんから手紙を。どれどれ、お約束の品確かにお届けしました。詳細は後ほど。なるほどなるほど、お約束の品ね。いや確かに受け取りやした。お仕事お疲れ様です。このベンリア・ガネット、ご依頼とあらば何でもやらせていただきやすので、どうぞお見知りおきを。これで一仕事を終えたわけだな。じゃあデスピル病の話が聞けねえか、街を回ってみようぜ。私は先を急いでいる。道を開けてもらおう。いやはや、さすがは結晶騎士様、帝都の大通りでも我が物顔ですな。ご自慢の相馬を使えば我らごとき軍の増強の相手などたやすいのではないですかな。私には飛行らと遊んでる暇はない。我らと遊んでいただく暇はなくとも、パライバ陛下のご機嫌を伺う暇は終わりと見えますな。いやあ、我らも正規軍の地位向上のため、隊長殿から皇帝陛下の女心を落とす術を学ばねば。もしかして結晶騎士と兵士って仲が悪いの？同じ帝国の軍隊なのに。ほんと世間知らずだな。結晶騎士はバレイヤ協会の施設騎士団で、正規軍とは違うのさ。協会と軍は帝国の世界統一までは協力し合ってたんだけど、今は超仲が悪いんだよ。しかしパライバ様のご趣味は隊長殿のようなひ弱な美少女、質実合憲を尊ぶ我らには真似できぬわ。このクズどもめ、パライバ様を侮辱することはこの私が許さん。やめろ、こんな連中相手に相馬が泣くぞ。貴様は我らに向かって相馬を抜いたな。軍本部に報告させてもらうからな。皇帝陛下を一番侮辱しているのは政略結婚謎を企むお前たち親子ではないか。そこをどけ少年、貴様の出る幕ではない。シング、おっと、まずいぞこいつは。カルセドニー様、この者は一体。カルセドニー様に相馬を向けるとは。貴様、こいつらも全員相馬使いか。カルセドニー様に相馬を向けた罪は重いぞ。たっぷり思い知らせてやる。あのバカ、毎回毎回一人で突っ走りやがって。きっと結晶騎士だらけの帝都協会で拷問されるんだよ。どうすんのさ。どうするもこうするも、どう転ぶかわからねえが、ベンリアのガネットを頼ってみるがいい。それだ。で、この少年がどうしたと。帝都城内で不審な相馬使いを発見、拘束した次第です。ほう、今時帝都に我が結晶騎士以外の相馬使いがいるとは。その左腕の相馬、ゼクスメテオライトの身内か。おじさん、じいちゃんを知ってるの？貴様、バレイヤ教の最高位にあられるラブラドアーカム教祖様に対し無礼であろう。構わん、要はこやつに話がある。そちたちは下がってよい。しかし父上。カルセドニー、同じことを二度言わせるな。あ、はい。そう緊張するな。そちの祖父と世は古い知り合いなのだ。祖父と母は息災か。母さんは病気で死んだ。
じいちゃんは女魔導士に殺された。女魔導士、インカローズか。やつめ、まだ生きていたか。それでソチは今何をしておる？村で会った女の子のスピリアを治すために旅をしてるんだ。村娘のスピリア治療、それはまた殊勝なことだな。そんなことより我が結晶騎士団に入団せぬか。今は相馬使いが一人でも多く欲しいのだ。そんなことって、人のスピリアを治すのが相馬使いの仕事だろ。それは相馬の力の一部に過ぎ、武具解放した相馬使いは正規兵の何倍もの力を持つのだ。個人より世界を見ろ。村娘のデスピル病も我らの手で何とかしてやらんでもない。おじさんたちが。でもその力を正しく使えば世界により大きな安寧をもたらすことができるのだぞ。事実、帝国の世界統一による平和も我が結晶騎士団の力があって初めて実現したのだ。何を言う。我ら帝国正規軍が血と汗で掴んだ栄光を汚す気か。グロシラー上将、コーネレピン少将、無礼でありましょう。無礼者は貴様らの方だ。聞いたぞ、我が兵に対し剣を向けたそうだな。四年石程度の武器しか持たぬ正規軍の限界は上昇閣下自身が一番ご存知であろう。帝国の世界統一は我が教会が結成した結晶騎士団あっての異業である。はその貢献は認めても構わんが、統一がなった今、教会は元通り祈りだけ捧げておればよいのだ。ほう、ならばちょうど古城の都シャルローで大規模なデスピル病が発生中との情報が入っている。軍がこれを収めてみてはいかがか。相馬のない軍にできたなら、世から喜んでパライバ様に教会の権限縮小を進言しよう。デスピル病？そのようなことこそ教会の仕事だ。戦いを誇りとする帝国軍人がいちいち関われるか。息子を使って陛下を手中にしたつもりだろうが、調子に乗るなよ、ラブラド。これはまた不穏な発言ですな。確かに我ら二人は皇帝陛下の戴冠以来後見人を務めておるが、パライバ様が立派に成長された今、そのような発言は不敬に当たりますぞ。陛下を人形扱いしてきた貴様がそれを抜かすか、この白ネズミが。それはお互い様だ、コーナハギグマ。カルセドニ、こんなみっともないのか。この国の偉い人たちなのか。今なんと言った小僧。俺はこんな人たちの力は借りない。琥珀のデスピル病は俺がこの手で治してみせる。何を言っとるのだ貴様、無礼な。教会はしつけのできてない無礼な猿ばかり飼っているようだな。スピリアの力を使えるのが相馬だけだと思うなよ。やれやれ、あの野蛮さはどうだ。我ら結晶騎士の崇高さの足元にも及ばん。世の配下となり、奴らの排除に力を貸せ。さすれば先の暴言も許してやろう。断るよおじさん。俺イネスさんと契約してるし、それにじいちゃんにも他人の悪口と自分の自慢話しかしない連中には近づくなって言われてるからね。その程度の器か。所詮はゼクスの孫よな。ならば好きにするがいい。後悔しても知らんがこの者を幽閉しておけ。てわけで教会に侵入したい。ガネットさん、あんた便利屋なんだろ。確かにあっしは便利屋ガネット。
頼まれたら何でもやる男でさ。うん、ならこういうのはいかがでやす。おたくらの相馬を教会に寄進しに来たって名目で入り込む信者のふりをしたおたくらは、足が結晶騎士の気を引いている間にそのお仲間を探す。あんた正面切って教会に乗り込むつもりか。なーに、こういうことはこそこそやるより堂々とやった方がうまくいくんですさ。俺驚いたよ、国の偉い人があんなだったなんて。地位が高くなればいろいろあるのだ。帝国の事情、大人の事情というやつが。俺あんな大人にだけはなりたくないよ。私も全てが正しいとは思っていない。だが帝国に今以上の安寧をもたらすためには必要なこと、それがあの方を苦しめていることが分かっていたのだ。あの方？少年、貴様には関係のない話だ。貴様の扱いは追って決まる。それまでおとなしくしていろよ。やっぱ鍵をかけ忘れたりはしないか。琥珀たち今頃どうしてるだろう。貴様方、この者たちが教会に相馬を寄進いたしたいと申しておりやして。ほう、相馬の寄進とな。地方にはまだ教会の管理外の相馬が残っていると聞いていたが、最近ではもう滅多にないこと。それは良い心がけだ。寄進の証として受け取り証と、それからこの者らに教会の礼拝を認めてやっていただきたいのでやすが。はい、わかった。奥で手続きをしよう。うわぁ、緊張した。声がでけえよ。ここまではうまくいったな。よし、隙を見つけて信号を探せ。隙を見てうまく逃げ出せるといいんだけどな。信号、ここなの？その声は琥珀。やっと見つけたぜ。ちょっと待ってろ、今この扉を開けてやるからな。みんな助けに来てくれたんだね、ありがとう。一人で突っ走りやがって。本当だよ、まずはごめんなさいだろ。ごめんなさい。よし、速攻で逃げんぞ。貴様ら、逃亡する気か？やべえ、見つかった！ジョーちゃんのスピルンガ。ねえ、こんな時にややこしい。でもよ、光が2つ。一つは、あの結晶騎士に。あいつ、もう一つ持ってたんだ。ほら、みんな。そんなところで何をしてるのかしら？イネさん、いいところへ。受け止めてね。私の荷物が。ごめんなさい、後で弁償します。貴様ら、待て。この状況で待つ人間がいるもんですか。イネスさんも相馬使いか。たち、後でちゃんと伝承と説明してもらうわよ。あの野郎のスピルーン、今は後回しだ。とにかく逃げるぞ。先ほどの光、スピルーン、あの娘には何かありますな。コーネルピン、教会に先んじてあの娘を捕らえよ。お任せあれ。なるほど、ガネットに頼んでね。万一ガネットが教会に捕まって私の名前が出たらどうしてくれるのかしら。それとも君たちを教会に突き出して先に手を打っちゃおうかな。
みんな俺のせいなんだ。ごめんなさい。素直でよろしい。でも帝都で商売ができなくなると私としては困るのよね。君たちにも貸しがあるし。よし、これから全員私の元で直接働いてもらいます。これなら借金も体で返せるし、あなたたちが余計なことしないか見張れるし、一石二鳥ね。ちょっと待ってよ、イネスさん。イネスでいいわよ。あなたと私は雇い主と従業員、もう他人じゃないんだから。じゃあイネス、今古城の都でデスピル病が起きてるらしいんだ。俺そこへ行かなきゃならないんだよ。古城の都、シャルローだね。帝都の北東にある避暑地だよ。北東か。琥珀の光が差した方角とも一致するな。あら偶然、ちょうどシャルローへの荷物を頼まれていたのよ。一人一個お願いね。冗談でしょ、こんなの虐待だよ。残念、君たちに嫌なんて言う権利はありません。文句は貸しを返してから言ってね。ちょっと待て姉さん、俺は関係ねえだろ。あら、じゃあデスピル病のこの子に荷物持たせるの？相馬使いがそんなことしないわよね。さ、グズグズしてないで北東のシャルローに向けて出発。重いよ、繊細な芸術家にこんな重労働させるなんて。おい、とっとと逃げるぞエリル。思念術で隙を作れ。なんとかやってみるよ。アイズはね。はーい、何のご相談かしら。契約書には無断で逃亡した社員はぐちゃっと捕らえて、ぐちゃっとゴキッと締めるとあるのを忘れないでね。ゴキッと。それでもよければさ、どうぞ。諦めよう、翡翠。命あってのモノマネだよ。それを言うならモノダネだろう。帝都エストレーガ、あの町がこの世界の中心なんだね。シングは帝都初めてだったのね。感想はいかが？すっごく大きな町だった。門を見ただけでビビっちゃったよ。俺も翡翠も。ビビってたのはてめえだけだっての。翡翠もでけえなって絶句してたじゃないか。かすかなつぶやきをニュアンス込みで記憶してんじゃねえよ、このストーカー野郎。琥珀ならともかく、翡翠相手にストーカーなんてするもんか。ああ、琥珀ならともかく、聞いたか琥珀、こいつお前につきまとうつもりだぞ。イネス、あんな男どもを本当に社員にしていいの？退屈しなくていいじゃない。あんまり役には立たなそうだけど。イネスとガラドは大人だよね。あら、ちょっと意味深ね。大人がどうかしたの？うん、大人なら何が大人と子供を分けるのか知ってるかなって。おい、どうかしたのか、シング。帝都で軍と教会の偉い人たちが喧嘩してて、大人ってなんだろうと思ってさ。何が大人と子供を分けるのかなって。難しい問題ね。でも大人なんて気づいたらなっちゃってるものよ。そんな区別を気にする前に、自分自身を裏切らない生き方を見つけることが大切じゃないかしら。そうさ、てめえが本当に大事だと思う道、それが見つかった時が大人の始まりなんじゃねえか。その大事な道で迷ったら、また引き返して新しい道を探し合い。大人と子供なんて
そういうもんさ。うん、そうだね。ありがとう、イネス、ガラド。なんて、少年に偉そうにお説教できるようになったらそれなりの大人よね。これから生きる道にいくらでも選択肢がある。若いってな、羨ましいぜ。俺にゃもう選択肢がそれほどねえからな。確かに、それだと大人じゃなくておっさんになるのよね。ここまでだ、悪党ども。